神戸市と三田市は、2027年度から消防指令業務を共同で運用することに合意しました。神戸市の久本市長と三田市の森市長は合同で会見を開き、2027年度以降、火事や救急などの消防指令業務を共同で運用すると発表しました。これまでの消防業務は、それぞれの市で、 出動の指令を出していましたが共同運用では神戸市消防本部内に共同指令センターを設置し2つの市に寄せられた通報を一括で管理するということですこれにより大規模な火災などの際応援の出動にいち早く対応できるほか財政負担も軽減されるということです2つの市は今日。 共同運用の開始に向けた協議書を締結していて来年度以降、庁舎の工事などに取り掛かるということです。